本当に、皆さんが温かい気持ちね、嬉しいと思います。だいぶコロナでね、来れなかったんで、台湾に久しぶりに帰れたこと、大変嬉しく思いますし、まあ、やっぱり今回一番ね、大きく思うのは、ドーム球場できたというね、これも私は野球の仕事ですから、台湾にドーム球場できたことを一番喜んでます。本当ね、皆さんはこんなに皆さんが迎えていただけると思いませんでした。やっぱり皆さんの温かい気持ちね、嬉しいと思います。ありがとうございます。全部全部全部。はい、ありがとう。